シングルフェーダーのタイプではミリーチャンネルが固定なので使えません。フェーダーポート8からだけです。センドのボタンでこのようにバンクを切り替えていきます。で左右でチャンネルを選択できます。フェーダーが合わせて動いています。でミュートは行きます。ミュートは動作します。 ミュートとソロは動作いたします。で、えー、なぜか、えー、プラグインエディットのボタンを押すと、えー、右上の FX のとこもソロになります。で、アウトプットのボリュームをやってますが、えーね、メインの出力だけこんな感じで飛んでしまいます。 アナログのアウトの順番という感じなんですけど、えー、続いてデジタル系の入出力が来て、えー、8本で足らない場合は右側にず,、えー、ずらしたらこのように全部動作するという感じです。以上です。終わります。